ひろゆきさん質問です。私は株に興味があっていろいろ調べた結果、自分が一番ファンな市場の株を買えばそこそこ儲けられそうな気がします。かっこ、例えばゲームが好きなら次売れそうなゲームの株を先に買っておくなど。ひろゆきさんどう思いますか？ひろゆきさんなりに株に確実に勝つ方法があったら教えてほしいです。ないです。自分が好きなゲームが本当に売れるかどうかっていうと定かではないんですよね。で、逆にその IT 系も僕は投資しづらいんですよ。その IT 系分かってるがゆえに、いやいやいや、それないでしょ、みたいなのが、でも株価上がっちゃうんですよね。例えばその、アベマプライムっていうのをサイバーエージェントっていう会社がやってるんですけど、で、まあ僕も出演していて言うのもなんなんですけど、赤字垂れ流しなんですよ。その、ソシャゲである程度そのサイバーエージェントは利益があるので、そのソシャゲで上がった利益っていうのをガンガンアベマプライムに突っ込んでるだけで、あれ単なる赤字ビジネスなんですよね。そのアベマプライムこんな感じです、ユーザー伸びてますとかダウンロード数増えてますっていうのが一生懸命喧伝して、おーなんかアベマすごいじゃんって言ってサイバーエージェント株価上がってるんですけど、いやいやいや、それ全部赤字だからみたいな。要はその赤字でユーザーいますって金ばらまいてなんかユーザー増えましたっていうのは前なんとかさんと一緒で、お金配りますよってフォロワー増えるって、それは増えるでしょ、お金ばらまいたらみたいなので、でお金ばらまいて赤字っていうのがうまくいってるっていうのは僕それどうなのって思うんですよ。でもなんか世間的にはお金ばらまいてるの部分はあんま見てなくて、なんかダウンロード数すごいとかっていうのでへーっていうので増えちゃうんですよね。アベマプライム僕が出ていて言うのもなんなんですけど、同説が日本で見た時に10万ちょっととかなんですよね。ぶっちゃけで言うと、加藤純一さんの YouTube のライブって同説10万いくんですよ。なので、アベマプライムやるより、加藤純一置いて喋らせた方が、多分人集まるし、コスト全然安いと思うんですよね。なので、その、同じ同説を維持するんだったら、もう加藤純一とか、コレコレさんとかを、こう、毎日置いといて、ほんで、なんか、ベラベラ喋らせてる方が、全然同説も古いし、コストも安いと思うんですよね。で、多分黒字化できると思うんですよね。同説だけで見たら。っていうのもあるので、まあ、ただそれやると世間的な株価下がるかもしれないんで、やらないと思うんですけど、っていうのが僕から見ると見えちゃうので、あんまりその僕 IT の投資は苦手なんですよ。はい。テレビ局に転職をします。テレビとインターネットは今後どう共存していくと思われますか？またその際、テレビ局は IT にどう投資をしますか？アベーマ TV は僕、いずれテレビ朝日になるんじゃないかなと思ってるんですよね。テレビ局のコンテンツっていうのをネットで流して、で、それを有料で売るみたいなのっていうのがちょこちょこいろいろやってますけど、で、そうするとその使いやすいその、ネットのサイトとネットユーザーを持ってるところが強いんですけど、で、今そのアベマ TV って、まあ、ちょっと前の数字なんですけど、年間にね、300億円ぐらい赤字出してたかな？違うか。コストが300億で赤字が100億だったかな？っていう感じで、その中で毎年100億ぐらい赤字ぶっ込んでるんですよ、サイバーエージェントが。で、テレ朝はあんま損しない契約になってて、で、今のところそのサイバーエージェントがなんかシャドーバースとか、ソシャゲでなんとか利益上がってるんですけど、そのうちそのソシャゲにの利益がなくなってきて、そのサイバーエージェントがアベマの支出がそんなにもう、うちの会社では持ちませんみたいになって、じゃあ分かったよ、じゃあ別れようぜって言って、多分テレ朝とサイバーエージェントが分かれるんですよ。で、その時に作ったシステムっていうのはテレ朝がまんまコピーして、アベマ TV がテレ朝 TV かなんかの名前になって、そのまま継続するんじゃないかなっていうふうに僕は思ってたりします。ひろゆきさんこんばんは。時価総額でサイバーエージェントが電通を一時的に終わったけど、今後逆転あり得ると思いますか？思いません。一時的にはあるんじゃないですか。ただ結局そのサイバーエージェントが独占して抑えてるものってあんまないんですよね。テレビっていうのの業界が下がったとはいえ、テレビ CM を出そうとしたい、まあ出そうとしたい、出したいっていうクライアントにとって、やっぱり電通か博報堂か、まあ ADK と取引をせざるを得ないんですよ。じゃあサイバーエージェントと仲良くしてても、じゃあそのテレビ局のゴールデンの番組のスポンサーになれるかっていうとなれないんですよ。電通が抑えちゃってるから。で、サイバーエージェントが抑えてるのって、じゃあアベマ TV とかソシャゲとか、アベマブログとかなんですけど、じゃあアベマ TV とかにめちゃめちゃ広告出したいってクライアントがいるかっていうとそういう状態でもなくて、広告出してくださいって頼んでる側じゃないですか。なのでその独占してて強いメディアがあるかどうかっていうと、まあテレビを抑えてる電通はまだ強いよねっていう部分もありますね。まああと政府と繋がってるからね。なんかキャッシュレス協議会とかでなんかね、なんか1000億円の 20% かなんかを電通が中抜きするみたいな話があったらしいんですけど、はい。
29歳専門商社勤務の女性、現在営業職で年収730万程度で家賃手当、家賃に対して6割転引きの待遇あり、ただし全国転勤があり、エリア勤務できるが、給料1割程度下がり、家賃手当はなくなる、商社雇用論がささやかれ、世の中はデジタル化が進んでいる、そういった理由から IT 業界に転職活動し、IT 系企業の営業職に年収550万オファーなので、内定もらいました。今の仕事は好きです。転職すべきでしょうか？いいえ。いや、商社の方が全然マシですよ。要は、未経験で IT のスキルもないような人を雇おうとしている営業職って、で、年収も下がるわけじゃないですか。大したスキルたまんないですよ。で、それだったら、商社で、いい給料もらって、ちゃんと金持ち相手の仕事をし続けた方が全然いいと思いますよ。その、上場してる IT 企業で SIR とかじゃなくて、その、自社でサービスをやってる会社であれば、転職するのもありだと思うんですよ。例えばじゃあサイバーエージェントみたいな割と有名な IT 系の会社で、で、その自社のサービスをやっていて、それなりに儲かってます。で、その年収も高いですっていうのであれば IT 系行ってもいいと思うんですけど、営業職っていう時点で、大体 SIR だと思うんですよね。で、その SIR っていかに安くこき使って、しょうもないプログラマーを作って、で、しょうもないシステムを収めて、で、ピンハネするみたいな仕事なので、あんまりそのスキルが伸びなかったりするんですよね。別にサイバーエージェントがその、広告代理店なので、そこまでシステム的にいい会社かっていうのは、それは置いといての話なんですけど、とはいえ、その、社内でサービスを作ってる会社っていうのは、まだそのいいシステムを作って、いいシステムっていうのはどういうものかみたいなのを、こう、社内でみんなで考えて作ったりするんですけど、SIR の場合って、とりあえずもうさっさと納品して金もらおうぜ、みたいになっちゃったりするので、なんでスキルとしてはあんまりいいスキルがたまんないので、年収730万商社であるんだったら、そっちの方が全然幸せなんじゃないかなと思います。サイバーエージェントの株が下がってますが、これからどうなると思いますか？なんかシャドウゲート次第じゃん、違う、シャドウバース次第じゃない？サイバーエージェントはアベーマ TV で結構有名なんですけど、会社を支えてるのはソシャゲのシャドウバースとかだったりするので、子会社のサイゲームスのソシャゲ次第な感じだと思います。フリーランスでウェブエンジニアをしている33歳、括弧中卒です。10年間フリーランス続けて、ついにやっと年収1000万超えました。おめでとうございます。今年も去年と同程度の年収にはなれそうですが、今はいいけど数年後が不安です。フリーランスというか、基本的にはその下請けをやってる限り、10年後どうなるか分かんないし、自社サービスをやってる会社も10年後って分かんないですよね。例えばじゃあサイバーエージェントっていう会社が、今そのなんかシャドバーとかの、ソシャゲでなんとか儲かってますけど、じゃあ10年後にシャドバーやってるやついるのっていうと、結構微妙だと思うんですよ。っていうのがあるので、その IT 業界10年後どうなるかってかなり難しいんですよね。なのでその IT 業界でその10年後、これやってるから安心だっていうのは、その Google とか Amazon みたいにその世界中にデータセンターを置いてますっていう会社であれば、それに対抗するにはものすごいお金が必要なので、10年後も大丈夫だろうと思うんですけど、ソフトウェア系のところは基本はかなり厳しいと思いますよ。広告業界に興味がある20代です。この業界の今後の伸びは年収アップは期待できますか？電通ぐらい、その電通は行動に入ればなんとかなると思いますけど、基本的にはその広告業界って、テレビによって大きくなってきた業界なんですよね。テレビ CM を打とうとすると、電通とか博報堂とか、その、朝通とかにお金払わないと、そもそも枠が空いてませんと。そこ使わなくても、その空いてる枠の、CM は出せるんですけど、そのゴールデンとか、その、プライムタイムっていういい時間の CM枠って、電通と博報堂が買い占めちゃってるんですよ。そもそも論、テレビ CM 打たなくてよくねっていうところが割とその、出てきてる、最近の会社ではあって、じゃあもう YouTuber に金払えば物売れるんだからそれでいいじゃんみたいになっちゃって、YouTuber に金払うっていうのになっちゃうと、大手企業とかの代理店使わなくていいよねっていうことになっちゃってるするので、でそのサイバーエージェントとかちょっと頑張ってますけど、要は大きな規模の予算をテレビで使うんじゃなくて、そのインフルエンサーを使うってちょこちょこした枠を一生懸命やるっていうのをやってるんですけど、ただそれって別にサイバーエージェントの看板なくてもできちゃうんで、広告代理店という看板が実はそんなに重要ではなくなってきちゃってるっていうのが現状じゃないかなと思います。子供の習い事教室を5店舗運営しています。前年度 IT 業者と合同会社を設立して、サブスクリプションで子供の習い事、英会話、そろばん、書道、ダンス、バレエ、勉強系自習室などオンラインで受け放題のサービスを始めました。イメージはアメマ TV のチャンネルが8教科のチャンネルになっていて、双方向のコミュニケーションがある授業で、月曜日から金曜まで運営しています。まだまだリアルの習い事には叶いませんが、日本でオンラインの習い事が醸成されるのはあと何年ぐらいからでしょうか？もう普通に醸成されてると思いますよ。オンライン英語サービスみたいなやつが、エージェントをやっててあんまり伸びなくて辞めちゃって、自分たちで自分たちの会社として立ち上げた人で、なんかサブスクでなんか1000人だか1万人だか、ちょっとなんか思ってる大きい数字で終えてるオンライン英会話スクールの、ニュース記事が
上がってるの見たんですけど、表立っては言ってないんですけど、割とオンラインの習い事って結構普及してるんですよ。その、まずコロナ禍っていうので、そもそも塾とか学校行きづらいよねっていう状態があって、で、お金持ってる親って別にいくらでもいいんですよ。要は子供の英会話で、ちゃんとしたところであれば、別に毎月5万でもいいんですよ。5万って大した額じゃないんで、その金持ってる人も取ってみたらね。2000円と3800円、どっちの方が安いで、じゃあ2000円の方が安いから2000円にしようかな、みたいなところは、まず、その子供をオンラインで勉強させようってならないんで、なので別にその、金持ちを狙うっていうのであれば、すでに市場は割ともう出来上がってるんじゃないかなと僕は思ってます。近所にチラシ配って、そのオンラインで英会話を学びませんかって言っても、多分伸びないと思いますよ。